ああ、翔吾。あ、翔吾。翔吾。翔吾。私、喜山に陣を張り、長安を取ろうとしておりましたが、思いがけないこの度の陛下のお召し、一体いかなる大事が持ち上がったのでございますか。いや、その、久しく翔吾と会っておらんゆえ、懐かしくなって呼び戻したまでのこと、特に用はないのじゃ。さようですか。ああ、そうじゃ。陛下のご本意ではございますまい。あ、私に下心があると関心が申したのでしょう。先帝のご恩顧に死を持ち報わんと兵を起こし北伐し、官室の再興を誓っておるのです。そして将兵らは戦場にて死も恐れず奮戦いたし、私はその陣頭に立ち怠ることなく兵を持ち、今喜山に入れて芝居の軍を打ち破り、まさに先帝のご意志を叶えんとした矢先、陛下が残言を信じられ軍勢を引き上げられるとは、先帝が生きておいでなら悲しまれたでしょうな。翔吾。宦官を信じた朕がうかつじゃった。後悔しておる。誰が残言を申した。私めが流言を聞いて。流言とは。あの公安殿が戻ってこられて。公安。その何じゃ。その公安殿が申されるに、上将は今までの功績を頼み、いずれ帝にとって変わるおつもりと。公安はどこじゃ。すでに征討を逃れ義へ走りました。兵糧運びの遅れを咎められ、それを恨みに寝返ったか。流言も芝居の命令で参ったのであろう。陛下のおそばにいながら流言伝え合い、陛下を迷わせるとは不届き千万。かような関心を残しておいてはよくありません。上将、上将、お許しくだされ、上将、お許しくだされ。将、お任せいたす。お任せいたすぞ。上将、上将。兵士はおるか。あ、上将、どうかお許し。切れ。は。上将、上将。よいか、そなたたち。天使をおいさめし、我が北伐を助けられや。はあ。では、私は戻り、義討伐のことを図ります。無事でな。
またも大軍を率いて祈山へ行き、先方の王兵と張玉は夜国へ向かっております。お今は小麦の季節じゃ。必ずや孔明のやつ、麦で兵糧を満たすに違いない。おい長公、はあ、その方四万騎を引き祈山へ向かえ。わしと閣外は天水を見回り、敵の麦狩りを防ぐ。何度も人をやり兵糧の不足を訴えておるのに、李元は何も言ってはこん。これ以上はとても待てぬゆえ、老政の麦を狩るしかなかろう。長将、芝居もそう読んでおりましょう。敵と鉢合わせしたらどうなされます。だが兵糧はなくてはならぬ。老政の麦を必ず刈り取れ。路上大衆玄卓にございます。ああ大衆、恐れ入ります。我が方への協力感謝いたす。上奏して褒美を取らせよう。かたじかない。